皆さんこんにちは。大好きイタリアです。さて今日は海から眺めるカプリ島、題して青の洞窟だけがカプリ島じゃない、カプリ島島巡り周遊船のご案内です。本日もマリーナグランデから時計回りにぐるっと約1時間半かけて島を一周していきます。今日もイタリアらしい抜けるような青空、島巡りにはもってこいの最高の天気です。ところで前回ご紹介した青の洞窟、大人気のスポットですが、イタリア人の間では意外にも興味ない人が多いんです。彼らは青の洞窟よりもカプリ島の海そのものを楽しみたいタイプ。そんな彼らが愛するカプリ島の海の魅力をお伝えしましょう。早速前方に現れたのが宇宙人の頭みたいな岩。岩の上に誰かいる。それこそ宇宙人？実はこれカプリ島の青年像なんです。歓迎の意味を込めて手を振ってくれています。遠くにはベスビオス山とソレント半島のシルエット。この半島の右側がアマルフィ海岸です。島の北東、断崖の上には古代ローマ皇帝ティベリウスが建造したヴィンラ・ヨビスという巨大な別荘跡があります。伝説によるとティベリウス帝は気に入らない輩をこの断崖から次々に突き落としていたんだとか。それにしても今日は天気も最高ですが、海のコンディションも最高です。起伏に富んだ岩山の連続、アーチを描いた正面の岩は何に見えますか？正解はゾウさんの鼻。愛らしい瞳もちゃんとついています。カプリ島には青の洞窟ほか、いろんな色の名前がついた洞窟があります。例えば白い洞窟、船が岩窟に近づくにつれそのダイナミックさに圧倒されます。悠久の時が作り上げた大自然の造形美、いよいよ本日のメインイベント、カプリ島随一の景勝地バラリオーニ、日本でいうところの夫婦岩です。ところでこの岩、ゴリラに見えませんか？それではこれからこのゴリラ、いや、洞門をくぐっていきます。マリーナピッコラ、高級ホテルや大富豪の別荘が立ち並ぶ高級別荘地。波静かな入り江にはセレブの船が心狭しと浮かんでいます。こんな変わった形の船も、巨大ヨットがまたすごい。この情景を上から見ると、これでもかってなくらい立派な船が次々に登場してきますね。
もう少しだけセレブヨットを眺めてみましょう。あ、滑り台付きの船、楽しそう。こちらはヘリコプター付き、もうスケールが全然違いますね。一体どんだけの大富豪なんでしょう。個人的にはこのフォーム好きかも。スケールは違えども海を愛する気持ちは皆同じ。一般ピーポーはレンタルボートで日がな一日カプリ島の海を楽しむのです。島巡りを続けましょう。緑の洞窟、これでも十分綺麗ですが、午後の光が差し込むともっともっと美しいんだとか。あ、泳いでる人がいる。気持ちよさそう。そろそろ島の南西端に差し掛かります。カプリ島の灯台、ここは地元の人に人気の穴場の海水浴場。ここから眺める夕日は格別に美しく、その様子はこんな感じ。標高583メートルのソラーロ山のシルエットも見える島の西側。ここまで来ると地層の様子も変わり、東尋坊を思わせる柱状節理も見受けられます。最後に島の北西端を抜け、ナポリ湾側に出てきました。遠くにはソレント半島のシルエットが見えています。この辺り船の係留姿が見られないのは、入江がないので風を受けやすいというのもありますが、水深がなんと40メートル以上と思いっきり深いからなんです。あの断崖が海底まで続いているんですね。前回ご紹介した例のレストラン、そしていつもにぎわっている青の洞窟周辺。さあ、これでほぼ一周。またフェニキア人の階段や古代ローマからの海水浴場を眺めながら、再びマリーナグランデへと戻っていきましょう。最後にモーターボートのスタッフから皆さんに温かいメッセージがあります。頑張れ日本。前回に引き続き今回も頑張れ日本と言ってくれてますが、それは東日本大震災の際、青の洞窟前に復興応援幕を下げてくれたのがきっかけなんです。この気持ちが嬉しいですね。素晴らしい海、そして人情味あふれる人々にぜひ会いにいらしてください。皆様のお越しを心よりお待ちしています。本日もご視聴ありがとうございました。チャオグラッツェ。